ということで、本当の元祖オリナガラムネ、ぶどうとタピオカで、もっこタピオカで、うんぷん、昔は入ってなかったよね。昔よりすごいさっぱりした感じになって、ちまちますんじゃなくてガッていきたいよね。あ、溶けるの早っ。うまいわこれ。でかっ。ケロッコデメターみたいに、これで雨降っても大丈夫。甘いよ。これね、現代人は開けられないんじゃないかな。じゃあ誰か来たら開けてみてもらおうかな。個人のブログなんですけど、開けたことありますもんね。硬い、ね、開けれない。分かりました。分かりました。昔もね、だってこれこの力では開けられなかったもんね。これ外さないと開かないんじゃない？そうでしょ、これ安全装置。これ取らないと。ああ、そうかそうかそうか。猫いました？猫、置物しか見なかった。ああ、猫ね、あっちは旅人がいっぱい来るから。この角度で飲んじゃうと、ビー玉が口にはまってラムネが出てこないんですね。これがビー玉のストッパー。ここにビー玉を引っ掛けて飲むと飲みやすいと。綺麗だもんね。ごちそうさまでした。